ナナミから聞いたよ。いや、あんたが入部してくれるとは思わなかった。助かるぜ。うん、ほんとほんと。はい、入部届後で書いて先生に出してくれればいいからさ。で、どうしてお昼に集まったのかというと、次の七不思議をどうしようかなって相談しようと思ってさ。あと、ささやかなお礼を兼ねて私と部長からのおごりです。ゴーヤミルク、ゴーヤ茶、生ゴーヤジュース、好きなのどうぞ。ゴーヤの飲み物ってこんなに種類があるんだね。ささ、お好きなのをどうぞ。抵抗があるのは最初だけだよ。一回経験しちゃえばもう病みつきだよ。高い、いいの選ぶじゃないか。まあなんだ、ちょっと照れるけどこれからよろしくってことで。じゃ、乾杯。紳士とかどう？最近たまーに噂が上がってきてるよ。紳士ね、どんなやつなんだろうな。夜だよ、夜にさまよう人だよ。きっと幽霊だよ。まあ確かに夜の校舎をさまようっていうのは幽霊話の定番だけど、不審者って可能性もある。前に校舎に忍び込んで調べた時は何もなかったじゃん。実は4月くらいに夜の学園に忍び込んだことがあるんだ。でも収穫はゼロ、全く何もなかったんだよ。あなた相変わらずみたいね。お昼ぐらい静かにできないの？げ、出た。失礼ね、人の顔を見るなり変な声出さないで。うるさかったのは謝るけど、そんなに突っかかってこなくたっていいじゃん。呪いだの紳士だの本気？私は現実を見なさいって言っているのよ。本気に決まってるじゃん。今に見てなよ、絶対に解明してやるんだから。あなたに何ができるというの？おいおい、二人ともそれぐらいにしとけよ。みんな見てるぜ。まあいいわ、おバカさんと話しているとバカが映りそうだわ。バカって。ユキノは相変わらずだな。部長、笑い事じゃないってば。悪い悪いと、そろそろ行かないと授業に遅れるな。とりあえず手分けして情報を集めよう。了解、何か分かったら連絡入れるね。
でとう。パチパチパチ。よし、頑張って情報を集めよう。部長はクワッカーとネットで調べてくれてるから、私たちは聞き込み。手分けしていっぱい集めようね。おっと、調査内容は後で報告よろしくね。忘れると部長に怒られちゃう。って君は知ってるか。じゃあ後でね。どこに行くんだい。よし行くよ。こんにちは、私に何かご用ですか。はあ、さまよう紳士の噂ですか。確かにクワッカーで最近よく見かけますが、ただの噂でしょうね。だって金髪の紳士ですよ。おとぎ話じゃありますし、学園にいるわけないじゃないですか。それよりちょうどよかったです。七海先輩にもお聞きしようと思っていたのですが、近頃夜の校舎に忍び込んでいる生徒がいるようなんですよ。生徒会では生徒 X と呼んでいるんですが、オカルト研究部の人たちではないですよね。なんだか怪しいですね。でも信じましょう。実は生徒会長が先日目撃しているんですよ。注意しようとして声をかけたところ逃げてしまったそうです。暗くて誰だかよくわからなかったそうですが、七海先輩ではなかったとおっしゃってましたから。真っ先に疑われたみたいだね。では私は各教室に注意をしに回らないといけませんので失礼します。夜の校舎ね、何か関係があるのかね。どこに行くんだい。よし行くよ。こんにちは。参照先を変えればよかったはずだけど。あ、こっち？え、違うか。今日中に反映させないといけないけど大丈夫か。
分。会長の手が空いてたらな。あっという間に終わるんだけど。ほんとそれ。仕方ない、今回は僕が代わろう。会長、僕に頼りきりなのは感心できないけどな。君たちは明日使う資料の整理を頼む。わかりました。助かった。いつもすみません、会長。いや気にするな、こういった作業は好きだし得意だから。会長さんは慕われているみたいだね。それで君も調べ物かい？君は神楽たちを手伝ってるんだろ？オカルト研究部は目立つからすぐに耳に入ってくるんだ。まあ君にとっては悪くはないかもしれないな。彼女たちと一緒にいればこの学園を知ることができるだろう。ここに来る前、神楽がまた椿と喧嘩をしていたぞ。一応止めてはみたが、あの様子だとまだやってるかもな。派手にやらかしてないといいけどね。ま、会長さんがここにいるってことはそこまで大事にはなっていないんだろうけどさ。よし、終わりだ。データの書き換えだけだから大した手間ではないんだ。ちょっと構造が複雑だけど理解さえできればスムーズにできるはずなんだが。では僕はこれで失礼する。見回りの途中なんだ。これでも忙しいんだよ。ああそうそう、情報集めはもっとうまくやれよ。会長さんなかなか鋭いじゃない。どこに行くんだい。よし行くよ。ないわね。あなたは一人。そう、もうナナミの学園案内は終わったみたいね。よかったじゃない、あんなのと一緒にいるの大変だったでしょ。あなたが決めたならやればいいんじゃない。私が口出すことじゃないもの。じゃないと、ずいぶん素直というか、おとなしいね。ん？ここで何をしてるかって。あなたには関係ないわ。あなたこそ何しに来たの？ほんとくだらない。今すぐそのくだらない噂話を聞き回るのをやめなさい。この噂は特にお気に召さないみたいだね。どこに行くんだい。よし行くよ。また雪乃に捕まっちゃってさ、大変だったんだから。もう帰宅
部なんだからさっさと帰ればいいのに。まったく、これだから調査が進まないんだよな、ナナミは。雪乃は昔っから何かと突っかかってくるんだよね。ちょっと親がお金持ちでお嬢様でバイオリンができて成績もいいからってさ、いい気になってるんだよ。ナナミ、それ以上言うとただのひがみだぞ。そうだね。よし、話したら少しすっきりした。じゃあまた行ってくる。私たち以外にもいるんだな、夜の校舎に忍び込むそんな物好き。なんだか引っかかるな、その話。関係してるかもしれない。さまよう紳士の噂はナナミに任せて、あんたはその生徒 X の情報を集めてくれるか。よろしく頼む。やれやれ、すっかり当てにされてるね、お前さん。よし、行くよ。さっきのナナミと雪乃の喧嘩見た？見た見た。あの二人、ほんと仲悪いよね。雪乃もナナミなんか相手にしなければいいのね。ほんとほんと。実は雪乃、ナナミに相手してほしかったりして。ウケる。お嬢様の考えることは私たち庶民にはわからないね。でもさ、お嬢様って言っても寂しいらしいよ。どういうこと？あの子一人っ子で、親の帰りが遅いからいつも夕食は一人で外食なんだって。寂しい。お金持ちの家の子ってのも大変ね。私は普通の家に生まれてよかったよ。ずいぶんと盗み聞きが板についてきたね。冗談さ、そんなに睨まなくてもいいだろう。どこに行くんだい？よし、行くよ。ええ、そうです。至急対応をお願いしたいのですが。はい、それで構いません。いつもありがとうございます。ではよろしくお願いいたします。学園にはもう慣れましたか？確か神楽さんが学園案内をしていると聞いていますが。いい子なのですが、彼女は少々元気が良すぎるところがあります。あまり影響を受けないように気をつけなさい。初めて見た時にも思ったけど、ピシッとした先生だね。どこに行くんだい？よし、行くよ。この前壊れた部室の扉、もう治ったみたいっすね。ああ、そうみたいだな。
これで荷物を置いて帰れるから助かるな。それにしてもいつ直したんすかね。お前知らないのか。だったらいいことを教えてやろう。藤沢学園の設備はな、気づいたら治ってるんだ。なんすかそれ。ここの設備を直してるとこ見た生徒はいないんだよ。実際俺も見たことねえもん。そろそろ七不思議に数えられるんじゃないかと俺は睨んでるんだけどな。おとぎ話じゃあるまいし、夜にでも業者がやってるんじゃないですか。お前は夢がないな。俺のとっておきの話をバッサリ切りやがって。まあいい、早く着替えてこい。うっす。よう、見学に来たのか。だったらもっと近くに来ればいいのに。まだ七海たちと七不思議を調べてるのか。俺も何か知ってればいいんだけど、陸上ばっかで大して知らないんだよな。一応聞くけど、あの件まだ誰にも言ってないよ。俺は戻るよ。またな。どこに行くんだい。よし、行くよ。ああ、君は確か先日転入してきた生徒さんだったね。そんな話があるのか。私は心当たりはないが、忍び込むのに使えそうな壊れた窓はあるね。近頃は物騒だ。不審者の話もあるから危ないと思っていたんだが、教頭先生に相談して直してもらった方がいいね。もしかしたら話す相手を間違えたかもね。どこに行くんだい。よし、行くよ。君から聞いたんだね。あの日は塾の終わるのが遅くなってしまって急いでいたんだ。僕がちょうど学園の前を自転車で通過した時、人が立っているのに気がついたんだ。こんな時間に何だろうと思ってね。不審者の話を聞いていたし、自転車を降りてその人物に声をかけたんだが、走って逃げられてしまったよ。でも僕は藤沢学園の女子生徒だと思う。かなり暗かったから誰かは分からなかったが、藤沢学園の制服だったはずだ。まあ僕としても生徒会長っていう立場もあるから見過ごすわけにもいかない。千夏くんに各教室を回って注意してもらってるところさ。
千夏くんはオカルト研究部を疑っていたが、逃げる姿が僕の知る彼女たちの誰にも一致しなかったからね。くくく、判別できるぐらい見てるってことだね。そういえば、君はこれに見覚えはないか？そうか、キーホルダーはその時拾ったものなんだ。おそらく逃げる時に落としたんだろう。そうだ、この手がかりになりそうなキーホルダー、特別に君に預けよう。その代わり、持ち主が分かったら僕にも教えてくれ。会長さんはうまいこと持ち主探しを押し付けるもんだね。それなりに情報は集まったみたいだね。一度情報整理するかい？よし、じゃあ情報整理といこうじゃないか。まず七不思議のおさらいだ。今回調べているのはさまよう紳士だったね。夜校舎を金髪の紳士がさまよっていて、出会うとお茶に誘われ、断ると異次元に連れ去られてしまうが、お茶会に参加すると全ての質問に答えてくれる。あと関係していそうな話として生徒 X っていうのがあるね。夜の校舎に忍び込む生徒と夜の校舎をさまよう紳士、この2つ関係がないとは思えないね。X を見つけ出すのが早そうだね。とりあえず生徒会長の話だと、学園の女生徒でバイオリンを弾くクマがついたキーホルダーを落として逃げているってことだよね。そのキーホルダーは今あんたが持っている。持ち主の手がかりはないかね。放課後の音楽室からバイオリンを弾く音が聞こえてきたとか。そういえば音楽室で誰かに会ったじゃないか。条件に合っているみたいだね。誰かが音楽室でバイオリンを弾いているみたいだね。あら、どうしたの？ああ、これね。練習よ練習。家で演奏すると音がね。近所迷惑でしょ。音楽室って放課後はあまり使われていないし、防音がしっかりしているんだね。だからたまに使わせてもらってるのよ。何よそれ。バイオリンの音色を聞いて怖がるなんてどうかしてるわ。でもそうね、別に隠してたわけじゃないけど、気の毒なことをしたかしら。あなたから説明しておいてもらえる？ね、あなたはお化け退治にでも来たってところなのかしら？あ、探してたのよ。あなたが拾ってくれていたのね。ありがとう。ビンゴってやつだね。
その時ね。まさかあなたに気づかれるとは思わなかった。そうね、こうなったら正直に話すわよ。確かに私は時々夜の校舎に忍び込んでます。別に悪いことをしようとしたわけじゃないのよ。忍び込むのは悪いことだけど、私なりの理由があったのよ。その、分かってればよ。理由よね。理由を言えばいいのね。その理由ってそんなに言いにくいことなのかね。ああ、そうそう、そうよ、バイオリンの練習よ。私は小さな頃からバイオリンをやってるんだけど、親が勉強の邪魔になるからってやめさせようとしているのよ。私はやめたくないの。それで親に隠れて練習をしに、この音楽室に忍び込んでたってわけ。声が若干上ずってるよ。嘘が苦手のようだね。まあ、この子の理由はさておき、本題を聞かないといけないね。それは答えたはずよ。誰かに会ったことなんてないわ。いい？よく聞きなさい。夜の校舎をさまよう男の人なんていないのよ。過剰反応だね。何か知ってそうじゃないかい？そう来なくちゃ。じゃあ行くとしようか。椿ゆきの負けないんだから。
何よ。どうやら雪乃の心を解き放つことができたみたいだね。私バイオリンを続けたいんだけど、親に反対されてるのよ。勉強に集中しなさいって言われて、教室も辞めさせられた。でも諦められないから、だから夜の学園に何度も忍び込んで練習をしていたの。そこで噂の紳士に会ったわ。このことはやっぱり会ったことがあるんだね。となるとこの紳士ってのは誰なんだろうね。彼はそんなんじゃない。わかったわ、彼に会わせてあげる。会えばわかるわ。その代わりもうこれ以上騒がないで。まさか直接会うことになるとはね。夜の学園ってなんだかワクワクするよね。七海、声が大きいって。なんであなたたちがいるわけ。そりゃ当たり前さ。さまよう紳士を調べていたのはオカルト研究部だからな。私たちがいなきゃおかしいだろう。まさか雪乃が私たちオカルト研究部に協力してくれるとは。誰があなたたちのために協力するって言ったのよ。できればあなたたちみたいなガサツな人間には会わせたくないのに。こと言わないで。ところでその人の名前なんて言うの。知らない。え、知らないって。またまた教えてよ。本当に知らないのよ。私名前を聞いていないの。聞いたら
かわいい。あとで覚えてなさい。さてと、それぐらいにしていくか。なんでナナミが先頭で仕切ってんのよ。ふふふ、それは私が情報収集のエキスパートだから。どこから校舎に侵入できるかすでにインプット済み。さあ着いたよ。ここの窓の鍵が壊れていて、簡単に開けることができるのだ。あれ？開かない。おかしいな。確かここの窓の鍵が壊れていて、開くはずなんだけど。あ、鍵、新しいのに。用務員のおじさんが言ってたのはこの窓だったんだね。あなたバカなの？バカって言わないでよ。誰にだって失敗することはあるでしょ。もういいわ。ちょっとついてきなさい。こっちよ。ここよ。さ、入るわよ。ちょっと、この扉が開くわけないでしょ。あんたこそバカじゃないの。やっぱりバカなのね。昼間のうちに鍵が閉まらないように細工しといたのよ。これは一本取られたな。さあ、おバカさんはほっといていきましょう。雰囲気あるよな。学校の階段でも音楽室ってよく出てくるし、雪乃よく一人で平気だったな。怖くないのか？別に平気よ。怖がる方がどうかしてるわ。でもってこれからどうするの？いつもはここでバイオリンの練習を始めて、気づくとそこに座って演奏を聴いてるのよ。じゃあ雪乃よろしく。あなたに頼まれるとやりたくなくなるんだけど。もういいわ。わかったわよ。聞き惚れてる場合じゃないな。紳士が来てくれればいいんだけど。いつもは一曲弾き終わらないうちに現れるんだけど。じゃあもう一曲弾くわね。あっ、今の聞いたか？あんたも続くんだ。もたもたするんじゃないよ。ちょっと。部長、あっち。おう。
遊ばれてやしないかい。全然追いつかないんだけど。何なんだ。まさか幽霊。おいおい、さすがにそんなわけ。いや。うわー、出た幽霊。落ち着けな、ナミ。誰だ。私はさしずめ、学園の悪魔といったところかな。悪魔？冗談冗談、ノリがいい子は好きだよ。本当に人間？人間に見えないのか。それは残念だな。ところで、こんな時間に校舎へ忍び込むのは感心しませんね。泥棒ですか？違う。私たちは夜の学園に現れるっていう不審者を探しに来たのさ。そういうあんたこそ泥棒なんじゃない？私が泥棒？その発想は面白いが、残念ながらハズレだ。私はね、点検業者さ。点検業者？そう、ただの点検業者。名前は山田太郎と申します。以後お見知りおきよ。そうだな、山ちゃん、山くん、山田くん、好きな呼び方をしてもらって構わないよ。山田太郎。こんな時間に学園にいるんだよ。山田さんって無難だね。まあいいか、君の質問に答えてやるよ。生徒がいる時間に点検や修繕作業を行うのはなかなか大変だね。こんな時間になってしまうんだ。ちょっと、私だけ置いていかないでよ。どれだけ探したと思って。どこかで会ったことがあったかな。確か夜中の体育館で楽しそうに叫んでた子だね。雪乃って結構はっちゃけるタイプ。違います。違うわよ。おっと、これは失礼。中庭で花壇に話しかけてた子だったかな。雪乃ってば結構電波ちゃん。違います。って、ナナミ、あなただけには言われたくないわよ。あれ、違ったかい。おかしいな。もういいです。雪乃が振り回されてるとこなんて初めて見た。冗談だよ。バイオリンの子だね。そうです。それにしても、いつもは一人で練習してたのに今日はまた大勢だね。あなたのことが学園で噂になっているんです。あなたを知らない人たちは幽霊や不審者だと騒いでいるのは、私我慢できなくて。
いはい、山田さんに質問があります。さまよう紳士って山田さんのことですか？ん？紳士、いや面白い。そんな噂になってるとはね。金髪、夜の学園、お茶会、これってやっぱり間違いなく山田さんだよな。噂が流れているってことは今までにも出会った生徒がいたみたいだね。幽霊だの不審者だの好き勝手言い過ぎなのよみんな。おっと、もうこんな時間か。そうね、あまり遅くならないうちに帰りましょう。ごちそうさまでした。ああ、じゃあそろそろお開きにするとしよう。山田さんはこの後もお仕事なんですか？うん、まあそんなとこかな。お邪魔してすみませんでした大丈夫さ、ずいぶんと楽しませてもらったよ。では気をつけて帰るんだよ。じゃあ失礼します。お仕事頑張ってください。お菓子美味しかったです。君は、いや何でもないよ。気をつけて。まさかこんなところで会うとはね。君は寮だからここでバイバイだね。今回も助かったぜ、サンキューな。あなたこれからもオカルト研究部に付き合うの？まあ私は何も言わないわ。私たちも帰るとしようか。さっきはどうも。あれ？姉さん顔が怖いじゃない。せっかくの美人が台無しだよ。あんたってやつはまったく。まさかこんなところで会うとは思わなかったよ。あの子が姉さんの…なかなか面白そうな子だ。ふん、それよりあんたの方はどうなんだ？まだ見つけていないのかい？ま、そんなところだよ。この学園はなかなかに面白いからね。人間観察も楽しいものさ。人間観察ときたかい。あんた、いいご身分だね。ちんたらやってないで、さっさと使命を果たしな。おー、こわっ。
姉さん、そうカッカしないでよ。ルーク！ここで姉さんに会えたのは嬉しい誤算だ。心配しなくても、きっとすぐ見つかるさ。